俺たちは今宇宙のサッカー大会グランドセレスタギャラクシーに参戦している。最初の対戦相手は惑星サンドリアス。宇宙一を目指して俺たちの戦いは続く。スタジアムで会おう。テンマ、神道さん、もうずいぶん探したんだから。やっと合流できたね。なんだそりゃ。街で見つけたんだ。キャプテンたちの分も買ってきたよ。これは葵さんに。ありがとう。地球を回って5はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。暴走ブラックルーム。サッカーバトル。街を見ていたらいきなり絡まれて。どこにでもいるっすから、ああいう輩は。でもあそこまでするなんて許せないよ。わざと体当たりしてきたり。あんなのサッカーじゃない。まあ、あいつらの目的は俺たちを潰すことだからな。かもしれないけど、こっちはルールを守ってやってるのに卑怯だよ。グランドセレスタギャラクシーは星の命運をかけた戦い。負ければ星も明け渡さなければならない。歓迎されていないのはわかるが、そこまでしてくると。でも言ってたんだろ、そのカゼルマとかってキャプテンが正々堂々と戦うって。だったら心配ないだろう。それにもし奴らが卑怯な手を使ってきたとしても、シュートは全部この俺が止めてやる。そっか、正キーパーは伊吹、僕じゃないんだ。そりゃそうだよね、ずっと伊吹がゴールを守ってきたんだから。でも僕だって毎日特訓してたんだ。必ず代表入りするんだって。任せて天魔、ゴールは僕が絶対守るから。まさかこいつ俺のポジション。奪えるものなら奪ってみろ。なんだこれは。お前がカゼルマウォーグ、サンドリアスイレブンのキャプテンか。誰だ。助っ人だよ。助っ人。そうだ、俺たちを勝たせるためにファラムオービアスの女王がよこしてくれたんだぜ。強いんだよこいつ。強い。それじゃあの後、俺はファラムオービアス四天王の一人、バルガザックスだ。アースイレブンなんざこの俺が叩き潰してやる。申し出はありがたいがお断りする。何、断るだと。これは私たちの戦いだ。
私たちの力だけで戦う。ちょっと待ってくれよカゼルマ、勝たせてくれるって言ってるのに断らなくたって。ふん、誇り高きサンドリアス人か。さあみんな練習だ。行くなら勝手に行け。俺たちはバルガと共に戦う。何？今の俺たちには誇りよりも大切なものがある。この星を守ることだ。ここは特訓用の部屋だったんだ。でもゴーレもなくてどうやって。セット完了です。え、グランド？ホログラムだよ。え、ホログラム？うん、でもただのホログラムじゃない。俺たちの脳にも同時に信号が送られて本物と同じに感じられるんだ。本物と同じに？あ、本当だ。本当に芝があるみたいだ。ってことはあれも？歌舞伎でいう舞台転換ですか。本当にゴールがあるみたいだ。ここなら誰にも邪魔されずに練習できるわ。ダメ。よし、それじゃあ攻撃と守備に分かれて練習だ。おおい、まずは俺からだ。お前はそっちで見てろ。行くぞ。上がれ、マカタケ。行かせるか。マタタギ君は元陸上部、チームの中で一番足が速いの。そのドリブルなら右。止めた。相手の動きを読んだのよ。お父さんが優秀な刑事さんだったミナホ君は人の考えていることを推理するのが得意なの。右からか。なるほど。デッカド君、行かせるか。ボクシングをやっていたデスカド君は小回りの利く俊敏な動きが持ち味よ。草加君は以前不良のリーダーで、切れるとまるで人が変わってしまう。でもそれは自分の弱さを隠すためだったの。もらった。すごい。真鍋君は並外れた状況判断力と分析力で相手の動きを正確に計算できる。木の葉ちゃんは引っ込み思案で内気なとこがあるけど、いざという時の反射神経は抜群。ダナクロウ君は有名な歌舞伎役者でバランス感覚に優れているわ。さくらさんは新体操をやっていて体のキレはチームでも一番。みんなの力は頭に入れてたけど、それにしてもみんなどんどん強くなってるわ。信じられないくらいの速さで。キーパーの伊吹くんはバスケの選手として活躍してたの。運動神経の良さじゃ誰にも負けない。来い。行くぞ。いいぞ伊吹。僕だって負けるもんか。その程度か。ライモンのキーパーも大したことないな。彼の実力、これも想定内です。全然止められなかった。力負けか。やっぱり僕には無理なのかな。獣の力？うん、よくわからないけどあるんだって。俺たちの体の中にそんなものが。シンスケのサッカーに対する気持ちは俺たちにも負けません。きっと力になってくれます。だからお願いします。天魔こんなとこで諦めちゃダメだ。獣の力なんかなくても特訓すれば力はつけられる。
監督に頼んでくれた天魔のためにも頑張らなくちゃ。とは言ったものの、これどうやって使うんだろう。こんなことなら使い方聞いとけばよかった。デスカド。シンスケか。何やってんだこんな時間に。何言ってその。今日の練習のことだな。うん。よし、わかった。だったら俺も付き合うぜ。一緒に特訓して息吹を見返してやろうぜ。デスカド。あれおかしいな。ハードコース、私はこいつをどうしてこうやって。鉄角も使い方知らないの。へ、動いたぜ。大丈夫？止まったかな。何これ。今度は雪？どうなってるのこれ。そんなの知るかよ。ホログラムあったかな。じゃあもしかして壊れたんじゃ。大変だ、早くここから出ないと。そりゃ無理だ。ハードコースは1時間ガンガンみっちり特訓メニュー。一旦中に入ったら外へは出られない。出られない。ああ、でも逆に言えば1時間経てばメニューは終了。元の部屋に戻るから、そうしたらやり直そうぜ。これじゃまともな特訓もできそうにないしな。元気なやつ。ジャズバイレブン4ギャラクシー。タカラトミー、なんかキラキラしてんな。キラメンスからな。俺たちギャラクシーキラカードになってるから、ほら。なんだと。へえ、俺たちは合体オーダースペシャルメンだ。言うな、俺たちが夢のカードになってるの。なに？お前ら浮かれすぎだ。ノーマルさん。誰がノーマルだ。俺だってつながるカードに。ギャラクシー編第2弾、宇宙で輝くアースイレブン、10月17日発売。続きはウェブでしょ。ボーズ回転、任天堂 3DS ついに登場。シミュレーションバトル、君のアバターを送り込んで戦おう。ボーズの先に待つものは一体。ダンボール戦記ボーズ、予約してゲットしよう。シンスケ？いないのかな？シンスケ来てる？いや、来てないな。シンスケ知らない？うん、見てない。おかしいな。どこ行ったんだろう。これ貸してあげようと思ったのに。もしかしてブラックルーム？やっぱりか。頑張ってるな、しんすけ。よし、俺も一緒に特訓だ。なんだ？なんだいこれ。むちゃくちゃじゃないか。なんでおばちゃんがブラックルームのシステムをいじってんだ？こう見えてもね、私はバーチャルリアリティが専門の科学者でね、黒岩監督に頼まれて、アースイレブンサポートプロジェクトに参加したんだよ。ブラックルームを開発したのも私だしね。おばちゃんが？嘘でしょ？こりゃ完全にロックされてるよ。しばらくは開かないね。開かないって。そういう風に作ったからね。そんな。中には誰がいる？鉄角と新助です。おかしいな、
もうとっくに1時間は経ってるよね。なんで元に戻らないんだろう。やっぱ俺壊したかな。それじゃあもしかしてこのままここから出られないの。ま、ジタバタしても仕方ねえ。海で遭難した時も同じ、動かず救助を待つのが一番だ。鉄カード。何？今度は何だ？何を？なんでユニフォーム着てんだ？こっちにも。なんだこいつらは。これは。どうかしたんですか。プログラムがサッカーバトルを仕掛けてきている。もしこれに勝てば解除されるかもね。でもサッカーバトルは5人、シンスケたち2人だけじゃ勝つのは無理です。なんとかできませんか。そう言われても外からじゃねえ。アバターを使ったらどうでしょう。アバター？システムには僕たちのデータが入っていて、5人まで呼び出すことができます。そうすれば少しは役に立つかもしれません。うん、わかった、やってみるわ。どうすりゃいいんだ。みんな！ホログラムだ。ブラックルームには俺たちのデータが入ってる。こいつが出てきたんだ。何にせよこれで5人揃った。ああ、伊吹、シンスケと交代だ。伊吹！シンスケ、頼んだぞ。うん。ライモンのキーパーも大したことないな。負けるもんか。大丈夫か。あいつら俺たちを潰すまでやる気かよ。とにかく踏ん張るしかない。頼むぞシンスケ。待って鉄角。伊吹と変わる。僕の力じゃ止められない。シンスケ、悔しいけどあいつらのシュートを止めるには伊吹の力が必要だ。どうしたシンスケ、勢いが足りないぞ。もっと思いっきりジャンプしろ。下がっちゃダメだ。前へ出て思いっきりジャンプだ。やった、止めた。どうぞ。
おかげだぜ。え、僕も？ナイスセコンド。シンスケのアドバイスがなきゃ、イブキは止められなかった。僕、何を勘違いしてたんだろう。同じチームメイトなのに、イブキに勝つことしか考えてなかった。そうだよね、せっかく二人いるんだ。二人で一緒に強くなっていけばいいんだよね。そして、いつか必ず追いつくから。ああ、戻った。システムが治ったのか。シンスケ、鉄火だ。みんな。二人とも怪我はないか。大丈夫だ、この通り。よかった。隠れて特訓なんかしやがって。いい迷惑だ。ごめんね、イブキ。今度から気をつけるよ。ここがサンドリアスとの試合を行うスタジアムです。ここがスタジアム？な、何もないじゃないか。来ましたよ。自由自在に移動するスターシップスタジアムです。あそこでやるのか。5はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。